はい、皆さんよろしくお願いします。なんか壊れたレコードみたいに音楽が途中で止まってましたね。すいませんでした。はいはい、ライブ漫画家、ゴロが吐くこと松村博さんが来てくださいました。画伯よろしくお願いします。ちょっと音声が届いてないようです。あれ、皆さんちょっと画伯の声聞こえますか。画伯、音量かもしれないです。あれちょっと心配になってきました。画伯ね、聞こえないですね。画伯すいません、もう一回だけ、コラボ切ってみますので、受話器マークもう一回押してみてください。ちょっと一旦切りますね。なんか接続不良かもしれないです。すいません、画伯もう一度受話器マークを。はい、ありがとうございます。あれ、根元グリグリとやってみてください。ヘッドセットの何も聞こえない。あれ、さっきからイヤホンマークがちょっとガサガサ言ってますかね。聞こえないですね。おかしいですね。試験放送で成功してるんで、はい、竹本会長ありがとうございます。ちょっとね、コラボ成功してるんですけど、いやー、再起動、画伯一回再起動してもらってもいいでしょうか。あ、なんか聞こえてきた。画伯なんか今そのちょっとガサガサと音が聞こえました。あ、どうでしょう。あ、聞こえた。どうでしょう。あ、いけてます。来てます。あ、聞こえますか。OK です、聞こえてます。あれ、はい、聞こえました。画伯、私の声は聞こえてますか。ゴロ画伯、ね、聞こえてますよ。 お声出してみてください。多分音声大丈夫になってると思うんですよ。接触不良かな。でもコラボ切れないから電波的には大丈夫みたいなんですけど、あれ、どうしたのかな。私、あ、接触マイクのね、あ、お電話が。はい、松村でございますが、はいはい、ちょっとね、どうしたんでしょうか。つながりませんね。いえ、はい、一回お声聞こえたんですよ。はい、はい、なんか接触不良かなんかなんで、ちょっとね、はい、違うパソコンで試してみます。もう一回、そちらに一回行ってみます。あ、はい。あ、でも、iPad mini でうまくいくと思うんですけど。そうですか。はい、一回再起動されてみます。はい、じゃあ再起動してみますね。はい、じゃあ待ってます。はい、すいません。はい、そう、クリさん話の人の分。ああ、なるほど。はい、今ねちょっとね、iPad mini でコラボに上がっていた。あ、切った方がいいですね。あ、違う、あ、切れましたね。うん、なんかね、一回ね、再起動されるみたいです。はい、すいません。もう最初のグダグダはもうご高齢、高齢ということで、ね、ご高齢って言ったら年いったことになりますね。高齢ということで。はい、画伯のご紹介をさせていただきます。
今日のゲストはゴロが吐く、本名松村博さんです。ライブ漫画家さんです。はい、鳥取県米子市出身の方で、まあ、このツイキャスに前回前々回2回出ていただいて、あ、そうだったそうだったって皆さん思い出されるかもしれないですけど、朝日新聞のね、東京本社に、はい、報道デザイン部門に10年近くいらっしゃって、朝日新聞を作ってらっしゃった、はい、方なんですね。うん。で、まあ、似顔絵とか、まあ、いろいろね、こう得意分野を生かされまして、例えば筑紫哲也さんのニュース23とかでも似顔絵ニュースアニメなどの制作をされていらっしゃいました。まあ、その他有名な映画の送り人の絵コンテなんかも担当されていました。で、今もうその左の真左にいた朝日新聞を作ってた立場から完全に右側にググーっと寄られまして、はい、今はもう日本人の誇りをテーマに活動されていらっしゃいます。拉致問題とかですね、あと、まあ、空の新兵とかをテーマにした作品や、まあ、感動実話とかですね、うん、昔話神話なども含め、全国で各地で上演活動をされていらっしゃいます。鳥取の米子ではラジオの DJ さんなんかもされていらっしゃいます。はい、まあ、いろんなところで紙芝居公演をされていらっしゃいまして、6月は靖国神社でも、あ、来ました、あ、大丈夫みたいです。もしもし、どうでしょうか、はい、聞こえます、はい、大丈夫です、ありがとうございます。聞こえますか。あ、よかった、はい、聞こえます、ありがとうございます。はいはい、あ、ほっとした。どうもお疲れ様です。はい、はいはい、ハプニングも今日もよろしくお願いします。はい、ポクテっていうの生放送なんですけど、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今ね、画伯のご紹介をさせていただいておりました。はい、ありがとうございます。はい、いや、昨日ね、はいはい、昨日のお話から、はい、はい、靖国神社御霊祭り行ってまいりました。あ、もう行かれました、初日で。はいはい、はい、たくさんの方でたですか。そうそう、すごい人でした。はい、申し訳ないことに私ですね、はい、御霊祭りというのをほとんど行ったことがなくてですね、行ったらすごい人だったので、はい、びっくりしました。あ、ね、靖国神社って本当にテレビで報道ないんですよ。笑い事じゃないんですけど、はい、新聞でも産経さんしか出さないそうです。はい、うん、で、はい、この間、あ、ね、皆さんが提灯を奉納された、それを見てきました。はい、あ、見てくださったんですね、ありがとうございます。はい、目立ってましたでしょうか。はい、はい、見やすい位置にあってね、二の鳥居の右側にあるということで、はい、迷うことなく行きまして、はい、はい、はい、ありがとうございます。なかなか感動的でした。はい、今画伯が言ってくださったので、ちょっと画面も変えたいと思います。はい、あ、これこれ。夜は綺麗ですか？そうですね。この画面だとちょっと黄色が強く見えてますけど、やっぱりオレンジ色でね、はい、とっても、はい、ソフトないい感じでしたよ。あ、じゃあこっちの方がこんな感じですかね。もう一個のオレンジ色っぽい光、こんな感じですかね。うん、ちょっと落としたんですけど、うん、はい、ね、あ、新聞さんありがとうございますね。参加者の一人として感動ですと書いてくださいました。皆さんのお話してた通りに、はい、お約束通りにというか、ありがたいことに産経新聞さんから記事も出ましたので、はい、そうでしたね、ほっといたしました。はい、はい、うん、よかったな。初めて行ったんですけども、はい、大
変あの若い人たちが多くてですね、はい、そうなんですよね。外国人の人も参見しましたし、あとやっぱり浴衣のねお姉さんたちが楽しそうだったし、盆踊りもやってたしですね、はいはい、賑やかでしたね。はい、カップルとか、はい、ですです、はい、はい、なるほどなるほど。いや若い方がたくさんいらっしゃるんで、まああのいろんなね明かりもあの、うん、書かれてる文字も見ると思うんですけども、そうでもこう、驚いたことにね、そのこの産経新聞の写真みたいにですね、はい、あの、はい、記念撮影してる人いましたよ。あ、そうでしたか。はい、ね、まあ綺麗ですもんね。でしていただいて、いやこのちょっとでもこのブルーリボンのあの絵、提灯の前で、はい、あのあ、ね、関係者かなとか思いながら、でも外国人だったしな。うん、はいはい、あの、はい、でしたね。埼玉さんとか。あのブルーリボン浜松ブルーリボンの会さんも、うんうん、あのはい、あのご参加くださったんで関係者の方かもしれないですけど、まあ、記事をあの見てっていう方もいたかもしれないですし、まあ、デジタル、はい、何時ぐらい出たんでしょう。あ、ガーグちょっと息が、はい、あ、息がかかり、息が、はい、はい、ちょっと息がかかっているのでマイクを、はい、あの話しました。上に上げてみてください。はい。なるほど。はい。こんな感じでしょうか。はい。はい。あ、画伯いらっしゃったのですね。でね、本当ですよね。はい、うん。いや、あまりの人の多さにびっくりしましたね。ね、あれだけあのたくさんの方が来られるのに、全くあの、あ、そうなんですね。千代田区広報のツイートは御霊祭りを取り上げていますと今あぜ道さんが教えてくださいました。吉村さんから鼻息が荒いって鼻息が荒いってコメントが入ります。いや、鼻息が荒いのは確かでございます。容赦なく、はい、容赦なくコメントが、うん、鼻息荒くないんですよ。マイクが開っちゃうだけなんですよ。はい、あの、いや、そろそろじゃあ行きましょうかね、お話を、はい、行きましょう、はい、ね、今日はですね、最近ですね、3文字カタカナでワビピっていうのをしっかり覚えて書いていただきたいと、書いていただきたいというか、皆さんお持ちだと思うんですけど、覚えていただきたいと思います。皆さん自宅じゃないですか、ね、そうですそうです、はい、まずワビピっていうのはですね、都市計放送とちょっと重なるんですけど、もう一度、画伯の方から、このワビピっていう、うん、はい、そうですか、このね、可愛い鳥なんですけども、ホームページがありましてですね、はい、最近作ったんですよ、はい、ホームページね、はい、ただ あまりにもですね、頑張られましたね、うん、最近すぎてですね、あのワピピという言葉も、はい、あの知られてない言葉なので、検索してもまだヒットしないので、はい、あ、でもいいじゃないですかね、ここでもみんなにこうワピピっていっぱい書いてもらって、でも頭に残してもらって、はい、検索しやすくなるかもしれないですけど、そう、検索しやすくなったり、こうツイキャスのも出たりとかして、うん、うん、皆さんワピピってね、かわいい鳥が、ね、もともとはね、いるんです。もともとはあのシェリーさんのこの番組に出させてもらってですね、はい、ありがとうございました。タクランという話をしてたと思うんですよ。はいはい、ね、カッコウという鳥がですね、日本で言えばオオヨシキリという非常に純朴な野鳥にですね、このオオヨシキリちゃんが、産卵した後でちょっとね、あの食事に出て、はい、あの巣を開けた時にさっとこうカッコウがその巣に、オオヨシキリの巣に托卵と言いまして、自分の卵を産みつけるわけですね、はい、うんうんうん、そうすると人の巣に卵を産んじゃうと、うん、うん、帰ってきたオオヨシキリはですね、数が増えてんだけれども、わからないですよ、それ鳥だから。あれとか思うんでしょうけどね。まあ、あの、温めてるんでしょうな。そうこうしておりますと、自分のヒナよりも、真っ先に、孵化するのが、この、カッコウの、ヒナなんだそうです。はい。そしたら、その、まず第一の行動が、自分以外の卵を全部巣から追い出してしまう、落としてしまうというですね、世にも恐ろしい行動を本能でするわけですよね。卵を作りますもんね、木から落ちたらね、うんうん、それで巣の中には
たった1羽、カッコのヒナだけが残っていたので、まあ、しょうがないからね、あ、この子だけだと思って、大吉木は自分の子だと思って育てていくんですが、ああ、やがて種類が違うし、自分より本来ずっと図体がでかいので、そう、今絵に映ってますけどね、大吉木の自分よりはるかに 大きくなって育った、ヒナをですね、まるで我が子だと思って、すくすく育ててしまうわけですね。そして、ある日こう十分育った時にこの、うん、カッコウさんはピャーッとこう羽ばたいていなくなってしまうと。でももしかしたらこの大吉キリはですね、自分よりずっと大きく育てたんだっていうすごい満足をしてね、見送ったかもしれないわけでございますよ。ああよかったとか言ってね。いやだけどこのカッコウはそして、恩知らずにですね、どころか次の自分が大きくなったらつがいを見つけて、そしてお腹が大きくなったら次の大吉切りにまた産卵するというとんでもないことを繰り返しているわけでございますよ。だけどまあそれが自然の摂理なので、これがいいとも悪いとも言えないんですけれども、うん、でも旗と私はある時ですね、これ人間も同じじゃないって思ったんですよ。だから人間もですね、たくらんをされてしまうんじゃないか。人間の場合は子供じゃないけど、子供はまあさすがにないことだけど、うん、情報ですね、うん、そうですね、情報でもって本来自分ではない考え方をまるで自分の考えのように、育ててしまっているのじゃないか。 でやがてそれがですね、大きくなってしまうと、自分だけじゃなくて今度は自分の仲間や同族に対してひどい目に遭わせてしまうかもしれないという、この仕組みは全くこのタクランと同じじゃないかなと思うようになったわけでございますよ。でこれをですね、この考え方で世の中をもう一回眺めてみますと、いやーもう世の中タクラン情報だらけだなということに気がつくわけですね。よくわかります。はい、その時にですね、いやどうしたもんかねとか言って、まあちょっと仲間と相談をしていたらですね、はい、あそういえばワピピって知ってる、 なんすかそのワピピっていうのは、鳥だよ、鳥の名前だよ、なんか、南の島にワピピっていう鳥がいるらしいんだよ、なんすかそのワピピって、いやなんかこのワピピはタクランを見抜いて、この卵落としちゃうらしいよ、え本当ですかと言ってですね、それ、ワピピってその名前も可愛いじゃないとか言って、それだと思いついてですね、このワピピという運動をやっていけばいいんじゃないかと、こうはたと気がついたわけですよ。うん、はい。ひらめいたと。なるほど。ひらめいた。はい。そしたら、急に落語帳になったので、ちょっとびっくりしました。落語帳ですか。講談と言ってもいいかもしれないですけど、ね。はい。で、ね、あ、これこれ。ね、千女虫食いとか言うんでしたっけね。正式名称はね、千女虫食いって言うんですけどね、ワピピともね、別名呼ばれてて、そのワピピという名前も、ね、見抜くというね、賢さも、この見た目も、ガー君も、気に入ったんですよね。めちゃ気に入ったですよ。めちゃ気に入ったんですね。これシェリーさんに、なんかワピピっていう小鳥がね、たくらんを見抜くらしいってメールを送ったら、早速、はい、あこんなの画像で見つけたとか言って送ってくれたんでしたよね。はい、かわいい、ちっちゃいんです、ね、めちゃめちゃちっちゃいんですよ。ちっちゃい、この指爪見ると分かりますけども、本当にハチドリとかそんな感じの小ささじゃないかな、ね、私ねまた調べときますけど、カッコウって結構大きいじゃないですか、うん、ってことは卵も大きいと思うんですよ。さすがに私の卵じゃないなと思ったんだろうか、やっぱり。いやこの鳥さんどうやってその卵を温めないってことなんですかね、つまり。どうなんだろうね、うん、そこをちょっとまた調べときます。とにかく見抜くんですよ、はい、まあそれはあくまでね、これは生物学をやってるわけじゃなくて、はい、例えの話なので、なので、はい、ワピピっていいなって思ったわけですよ。この名前も可愛いしね。ワピピいいなと。で、そうそう。でね、こう、今まで自分は騙されてたんだって、
ことに気がついて、あ、そうだったのかって思った時に、わべべってこう叫ぶようになったらいいになと思ったわけでございますよ。うん。だからこう、自分が、なんかね、あの。やっぱりズボル。あ、ツボ？いや、わべべって言うて、ごめんなさい、私も今日は頑張ってやろうと思ってるんですけど。うん。そう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 。うん、あの画伯、例えばですね、今、例えばテレビ の、うんうん、の報道なんかでもあんまりね、見ない方がいいんですけど、うん、ワイドショーとか、うんうん、本当にずっとその韓国側の言い分を、そうそうそう、一生懸命あれ、や安っと思うんですよね、段ボールを並べてね、はい、コピーして、あの、商標を貼っつけてね、それをおっさん、はい、おばさんが踏みつけるっていう、あんな安いプロパガンダねえと思うんだけれども、あんなのをね、毎回毎回流し続けるっていう、どんだけ手抜きだ、どんだけ手抜きなんだと。新しい映像撮ってこいよ、お前って、と、私は思うわけだから。ちょっとぐらい金かけろよってね。もう、ね、そうそうそう。ってうん、安っぽい箱。それを、あれをね、もう、各局各局 ね、もうずっとやってるわけじゃないですか。はい、うん。でも、あれがお茶の間に拡散されていってるわけですよね。うん、そうです、そうです。うん、で、うん、あれは、本当に、あの、そういう活動家、ムンジェインさんに非常に近い活動家が、はい、まあ、あの、ね、映ってるらしいんですけど、はい、ね、そういう、はい、うん、そういうことなんだよって言ったらですね、あ、うん、え、そうなのって。そうだったの？だから、うん、うん、そういう、その心からの叫び、驚きが、わべべっていうことですよ。ええ。わべべっていうことですね。わべべ。わかりました。ね、そうか、たくらんされてたのか、分かったぞっていう時に皆さん、あの、できたらですね、あの、これからワピピーというその見抜いた時の瞬間の、はい、口に出して言いにくかったら心でいいよ、はい、そうそうそうあんまり急にね、お父さんとかお母さん家族の前でワピピーとか言うとびっくりされるので、会社とかのね、昼休みのテレビで言うとびっくりされるので、心の中でもいいですけど、ワピピーっていう風にやっていただきたいです。あ、ワピル、ね、なるほど、ラプテイさん。見抜くことをね、ワピル。なるほど。ワピル。はい。いや、ね、いいと思うんですけどね。うん、それでですね、うん、うん、でこのワピピの活動はどうしたもんかねっていうことで、まあ仲間とですね、いろいろ考えていたんですけども、はい、やっぱり、エンタメをしようよってことになったわけですよ。そうですよね。うん。ね。はい。だから、こう、まあ、抗議活動とかいろいろ、大切だとは思うんですけれども、なかなかその絶叫してこうデモをかけてもですね、普通の一般の街頭にいる人たちはですね、こうなんかこう逆に引いてしまうようなところがやっぱあるじゃないですか。ね。なので、この間ね、浅草で、ウルムチ10周年の時の、まあ抗議デモがありまして、私も初めて、参加させていただいて行ったんですけども、はい、なかなかこう沿道の人たちがですね、うん、ちょっと何事だ何事だっていう感じでやっぱりキーな目で見てるわけでございますよね、うん、なんだろうって感じなんですね、うん、あ、でもね、寄ってきにくいわけですね、で特にウイグルの人たちはほら自分たちの顔が、あからさまになって、はい、例えばそれが SNS やなんかで、流れてしまった場合ですね、非常に本国に残してきた家族たちに累が及ぶということで、顔をね、隠していらっしゃる場合が多いわけですよね。いらっしゃった。なるほど、なるほど。うん、で、特に青い色の仮面みたいなのをされてるわけですよ。あ、で、これが結構ね、迫力があって、でしかも両手両足に鎖をこうじゃらじゃらしながら歩いて練り歩いたりされるので、やっぱ何事だろうと思うわけですよね。ちょっとそれ画伯は写ってるお写真ちょっとだけ出してみてもいいですか。皆さんちょっと分かるかな、はいはい、この画伯の肩越しに写ってる人なんかこういう青い仮面を、うん、あ、そうそう、いますね、いますね、はい、うん、こういう感じです。お顔で隠されてるので、そうです、そうです、はい、で
私はですね、こうやって、はい、まあ、こうやって旗を持ってですね、デモに初めて、はい、生まれて初めて参加するので、ドキドキしながらですね、はい、公園に行ったんですよ。はい、そしたら、集まる時間の1時間前に行ったらですね、はい、誰もいないんですよ、一人も、なんか関係者が。あれとか思ったら、やっぱり、日本人って真面目じゃないですか。結構早めに行くんですけど、ウイグルの人たちは、はい、ギリギリにならないと来ないみたいなね、感じらしいんで。はい。でもね、私より先に着いて待ち構えてた、日本人が、数名いたんですね。あ、そうでしたか。はい、それはね、なんと TBS のクルーでした。ああ、びっくりしました。なるほど、そういうことですか。はいはい。はい、前日にね、NHK が、珍しいことに、7時のニュースだったかな、あと9時のニュースだったかな、まともにこう、ウイグルの話を取り上げて、放送したんですよね。さすがにこう、NHK がやったんだったら、ちょっと俺たちもやらなきゃまずいのかなっていう感じだったんでしょうか。びっくりしました、はい、TBS が、はい、来てましてね。私はその TBS が報道したのは気がつかなかったんですけど、画伯は気がつきましたか？あ、それ結局見てないですけどね。ああ、そうなんですね。うん、はい、うん、でね、デモに、こう、歩いて行こうと思ったら、松村さんとか言って呼ばれて、はい、旗持ってたのに私、松村さんって言われて、はい、なんすかって言ったらね、車運転してくださいって言われましてね。え？って言ったら、なんか、この旗やら、いろんな、グッズがあるじゃないですか、道具。それを積んできた、はいはい、バンがあったんですね。はい、この、練り歩いた後で、今度は、浅草から上野に到着するわけですから、この上野でですね、みんなを待ち構えなきゃいけないので、ついて行かなきゃいけないんだと、この車が。うん、はいはい、引き返すわけにいかないので。だついてはこの車を一緒に、デモと一緒に、伴走してくれ、と言われましてですね。で、あ、そうなんですか、とか言いながら、私は結局、車の中でですね、デモに参加するという、はい、デモ面白かったですね。パトカーが、ね、私の後ろを、こう、カードしてくれたんですよ。大変でしたね、いろいろ。いや、ね、ない経験をさせてもらいまして。はい。で、うん、初めての経験ばっかり。うん。うん、そうそう。で、ドキドキしながら車を運転してたんですけども、はい。やっぱりね、一番最後尾に、車で、トロトロね、走っていた、いてですね、見えるものが違うんですよね。はい、それ面白いなと思いました。例えばですね、信号待ちをしている沿道にですね、中学生らしき、3人組がですね、なんかこう、はい、一体何っていう感じでね、目を輝かして見てた、まあね、何かなと思いますよね。まあ、わからないですよね、うん、中学生の子供たちね。そう。まあだからね、今の時代は、ちょっとでも、あれは一体何だったんだろうっていうことを調べれば、ね、まあ、ちょっとアップにたどり着くじゃないですか。あ、ね、ちょっと見ないか、皆さんに。うん、こういう青い、なんかのパフォーマンスなのかなとか、うん、うん、いろいろ思われたと思うんですよね。だからね、やっぱり、何かやることって大切なんだなとは思いました。はい。うんうんうん、で、いろんな人を巻き込むには、やっぱり、こう、エンタメの力が必要なんじゃないのかなって思っていたところですね。まあ、私、月に1回ね、はい、浅草で、講談師、まあ、講談ってありますよね。弁声粛々夜川を渡る暁に見る先兵の大河を要するベベンっていうような、そういう講談があるんですけれども、はい、その、はい、講談の会に私も紙芝居として参加させてもらってんですね、毎月1回。はい、ごめんなさい、切れましたね。失礼いたしました。皆さんすいませんでした。はい、切れました。失礼いたしました。すいません。どうですか。あ、つながっております。つながりました。失礼しました。なぜか急に大声出したのが激まずかった。講談が良くなかったか。すいません。
すみません。いえいえ、素晴らしかったですよ。うん。でね、はい、あれ、また聞こえないですか？すいません。はい、聞こえてますか？はい、聞こえてます。そこで私が毎月やっている講談にですね、なんとはい、ある日、2人のウイグルの方がお越しになったんですよ。うんうんうん、うん。で、そこで、私の演目を聞きながらですね、はい、なんか、はい、私は直接は見てないんですけど、周りの人によると、なんか涙を流しておられたって、お二人ともね、っていうことだったんで、って思ったんですね。それはですね、その日の演目が、はい、ヤポンスカという演目なんですけれども、まあ、大正時代にですね、ロシア革命が起こりまして、で、シベリアにいた、ポーランド人の人たちがすごく迫害されてですね、次々殺されていく、そこで大量の孤児が発生しまして、ポーランド人の孤児たちが飢えと伝染病と寒さでもう死にかけてるんですが、もうこのままにしておくと必ず、みんな死んでしまうっていう状態で、世界中にポーランド人が助けてくれって言ったんですが、どこもまあほとんど、助けてくれ、見捨てるような感じだったんですけども、唯一日本が立ち上がってですね、シベリアに救出に行きまして、でそのかわいそうなポーランド孤児たちをですね、日本に招き入れて、都合765人の孤児たちを2年間かけて全員を無事健康な体に戻して、そしてポーランドの祖国へ送り届けたという、まあ大正時代の日本人の美談があるんですよ。そうですね、はい、その話をやったところですね、はい、多分おそらくはご自身たちの、国の状況を、まあ、重ね合わせて少しね、辛い思いをされたのかなってちょっと思ったんですね、はい、それでその講談が終わった後で、みんな重ねられたんでしょうね、思いを。それでじゃあお話をちょっと伺いたいと思いまして、喫茶店に行きましてね、でそのウイグルの方のお話を直接、はい、インタビュー、まあ、聞いたんですよ、うん、でそしたら女性の方がですね、自分には弟がいるんだと、でその弟は私と同じで、すごく日本に憧れを持っていて、夢があって、日本に渡って自動車修理の技術を学んで、その技術を持って帰って、ウイグルで、自動車修理工場を建ててですね、やりたいっていうふうに、まあ、おっしゃってたんですって。ところがある日突然、彼はですね、当局に連行されてしまって、以来行方不明で連絡がつかないってのことをおっしゃるわけですよ。そのネットやなんかの情報で、まあ、ほとんどテレビマスコミでは報道しないので、ネットですよね、ほぼこういう情報は、うん、ネットではなんとかこの、そういうひどい目に遭ってらっしゃるというウイグルの人たちが、弾圧受けてる、強制収容所に、100万人200万人下手したら300万人入れられていてですね、もしかしたらその臓器売買なんていうひどいこともされてんじゃないかっていう話は聞いてはいましたけど、聞いてたっていうかね、ネットで知ってはいましたけども、やっぱり目の前でね、会話としてそういう話が実際に出てくると、これはちょっと衝撃だったですよね。うん、ですよね。なので、いやだけど何ができるってわけでもないですからね。それでこう思っていたら、こう、仲間とですね、いろいろこう、どうしたらいいんだろうっていう話し合いをしてた時に、私がねふと思いついたのがですね、ちょっと前にボヘミアン・ラプソディっていう映画が流行ったじゃないですか。はいはい、ね、クイーンの、はい、クイーンのね、ね、クイーンが最後の20分間舞台の前で歌いまくる、ものすごい盛り上がるじゃないですか、
いろんなところで発声上映とか、うん、大ブームになりましたけれども、ふとあれを思い出してですね、もしかしてそのああいうあれは実は、クイーンが あんな大観衆大群衆の前で演奏したっていうのは、あれはあのアフリカエイドだったですよね。バンドエイドっていうか、アフリカを救う、アフリカを飢餓とか、うんうんうん、エイズとか貧困から救おうっていうことで、まあ、あのいろんなミュージシャンが総出演しまして、チャリティーでコンサートやったところをものすごい人が集まったっていう流れだったじゃないですか、うんうん、あれがふと頭をよぎって、うん、あれってエンターテインメントの力だよねって思ったわけですよ、うんうんうん、これじゃあウィグルエイドってやったらすげえんじゃねって思ったわけですよ。でそれを、はいはい、日本でウィグルを救うためにインターテインメントの力を使って救えないかと、うんうん、そういうちょっとまあ、はい、あの思いつきだったんですけど、それって面白いんじゃねって、ね、うん、人に響かせるっていうのは、うん、やっぱり今あのガークがおっしゃったように、やっぱり知ってもらうところがまず第一段階で、うん、で第二段階のそれ私も救いたいっていう同じ気持ちになってもらうところが大事なんですよね。あ、なるほど、そういうことがあったのかって知るだけじゃなくて、その人を引き込んで私も救う一助になりたいっていうふうになってもらうには、これはもうエンターテインメントの力は本当に大きいです。やはり響くものがものすごいので、そうそう、だからでも どうしたもんかなって、そんなね、それは すごいことになるでしょうよ、はい、その、もし日本でね、世界のエンターテイナーが一堂に会して、うん、こうウィグルエイドかなんか言い出したら、うん、それは何かが変わるかもしれないですけど、何万人もね、うん、集まって、うん、それこそ、オリンピックスタジアムに次のイベントとしてそんなドカーンと来たら、そんな人あの大きなことになったら、たとえこう、うん、今は沈黙をというかあまり触らないようにしている、さすがのマスコミも大手のマスコミもこう報道せざるを得なくなってくるじゃないですか、うんうん、ね、だからそんな風になったら、うん、すごいねっていう話ですよ、うん、でもどうしたもんかねっていうことでですね、うん、例えばそのね、ドミノ倒しってあるじゃないですかね、はい、ドミノ倒しってあれ 1.5 倍のもんだったら倒せるらしいんですよ。これがね、パタ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 とこう 1.5倍にこう増加していくとですね、なんかこう30何回かするとですね、あのスカイツリーまで倒れるっていう話もあるらしいんで、ああそうですか、計算上はそうなってるんですね。なるほど、それは面白いじゃんとか思ってですね、じゃあこう、面白いです、ドミノ倒しをやったらいいんじゃないかって、どんどん私はそう話してるうちに自分に酔ってくるわけでございますよね。はい、で酔ってくるんですね、はい、だって画伯一番最初に私に、うん、シェリーさん、秘密結社を作ろうと思いますって言うんだ。そう、ワピピは秘密結社なんですけど、はい、そうでね、みんなまあちょっと想像してみてください、はいはい、うん、想像してみてくださいよ、ある日ね、はい、はい、ユーは何しに日本へって番組あるじゃないですか。ありますね、うん、ね、あの撮影クルーがですね、はい、成田空港に行くんですよ、うん、でいつものように、外人さんをユーを探しているとですね、見つけるわけですね。あなたは何しに日本へって聞いたらですね、うん、え、うん、わピピだよって言うわけですよ。は、なんすか、ごめんなさい笑って。なんすかって言ったら、わぴぴ。Do you know? なんすかそれって。なんで知らない、わぴぴは日本が発祥だろうって言うわけですよ。え、そうなんすか、なんすかそれって言ったら、うん。これからわぴぴのイベントがあるんだから、俺はわざわざ来たんだって言うわけですよ。で、え、なんでお前は知らないんだみたいにね、うん。そうそうそう。なるほど。じゃあ、ついてっていいですかって言ったら、もちろんだ、服はついてきな、みたいな感じで行くとですね、どこに行くんだと思ったら、なんとオリンピックスタジアムなわけでございますよ。わ、な、え、なに、オリンピックスタジアムで何が起こるんだって言ったら、ものすごい人が、うわーっと集まってくるわけです。あれ、こんなイベント。ピッピーみたいな。なんだ、そう、うわーピッピー。ものすごい人たちが横断幕を持ってですね、集まってきてるわけですよ。これは世界中から集まったね。こう
それこそウイグル支援、中に入ってみますとね、その芝生の上にもう所狭しとこう屋台が並んでるわけですよ。それこそウイグルだけじゃなくてですね、ネパ、チベット料理だとか、それこそモンゴル料理だとか、あ、それだけじゃない、アフリカからいろんなところ、世界中のですね、企んをされていたっていうことにですね、非常に怒りと、こう、それを、打ち破った喜びに思って、わぴぴをしたぞ、俺たちも、みたいな感じで、そういう人たちが、ドゥワーッと集まってきてるわけですよ。これが数万人の規模に膨れ上がってるわけですね。で、テレビクルーはですね、何これ知らなかった、何とか言ってると、えらい人間がみんな楽しそうなわけですよ。みんながね、頬張ってね、いろんな民族料理を食べたりですね、口々にこのワピピは楽しいねみたいなこと言ってるとですね、なんとワピピという言葉が飛び交うと、噂が出るわけですよ。今日の出演者すげえらしいなとか言って、おお、ええー、そう、はい、とか言ってたらですね、なんとバン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 とこう花火が上がりまして、おお、始まるって、みんながドーッとこうメインステージの方に寄ってくるわけですよ。ほいでね、もう今やお察しとしてね、こう、どっかからコールが始まる。わーぴーぴーわーぴーぴーわーぴーぴーぴーね、もうこうなってくるわけですよ。そこにですね、はい、トン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 、カン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 と標識と太鼓の音でですね、まさかのですね、ああゴロが吐くーと、うわーと言ってですね、で、皆さんお待たせしました、今日の最初のオープニングはこの方です、えってこう思ったらですね、なんとレディーガガが出てくるんですよ。うわーとかって、もう大歓声の中ですね、こう、一人でこう出てくるわけですよ、そのレディーガガが出てくるわけですね。ね、これでですね、はい、うわーっと騒いでるんですけどね、なんかこうレディーガガがマイクに向かってなんか言おうとしたので、はい、みんながおっと思ってシーンと声が静まるわけじゃないですか。ね、シーンとなって、そこでマイクの前で一言、ワピピ。どっかーやーみたいな。うわーピーピーって言ってですね。揺れるわけですね。揺れるというね。まあ、それを見て、ね。いや、いいですね。ガークはやっぱり、力がすごい、妄想力が。すごい。いや、でもね、人間、楽しいじゃないですか、こんなこと考えると。いやいや、まず、願って、思い込んで、そうなるんだって思い込んでやっていくとなるんですって、うん、本当になるんですね、なるんです、なるんですよ。そう思わなければ、まず無理だと思いながら何かやってると無理なんですってずっと、でもなるんだっていうふうに近づけていくとなるんですって、いつか、いやだからこんな途方もないね、ことなんですけれども、今ガークが言ったのはですね、もしかして、ね、近い将来の近い将来の様子をで、まあ、台湾市に見てきたのかというぐらい、予知夢としてですね言ってるのかもしれないじゃないですか、これがね、ねえ、そうですよ、そうそう、でこういう、じゃあだけどそれを言うとみんなが笑いながらですね、いやいやまた始まったよみたいなことを言うんですが、いやいやしかしいいじゃないかと、はい、そう言ってね、シェリーさんみたいにね、こう思えば必ず叶うんだみたいなことを言ってですね、いやしかしじゃあどうしようかと言った時にですね、まあ最初のね、人押し、ドミノの人押しっていうのはなかなかね動かないんですよ。しかし一旦こうそれがパタッと行くとですね、パタ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 ッとこう行くかもしれないじゃないですか。だから最初の一押しは、ね、まず1個目の、そうそう、小さくてもいいと。だからウイグルエイドはいつやるんですかって言ったら、いや明日じゃあ紙芝居やりますんでっていうことで、それがウイグルエイドしょぼみたいな感じで、まあいいじゃないですか。いやいやいや、とんでもない、とんでもない。それで、まあやり始めると。そうするとですね、そのうちにですね、はい、まあちょっとずつ、話がこうやってね、シェリーさん並びに皆さんがこうやって、興味を持って聞いてくださるじゃないですか。それがだんだんに広がっていくとですね、そのうちそのやってるライブにですね、めちゃめちゃ影響力のある、ミュージシャンだったり、パフォーマーだったり、アーティストがね、こう、
こっそりお忍びで見に来てるかもしれないじゃないですか。うん、今実はね、そういう、アーティストって結構実は隠れているんじゃないかなって思うんですよ。ただ、こういう、私はこれ右だとも左だとも思ってないんですけども、やっぱりちょっとね、右翼に見られたらどうしようと思ってですね、なかなかこう、そういう、活動ができない。日本のことをこう、褒めちぎりたいんだけど、なかなかなっていうようなアーティスト、いるんじゃないですかね。で、いや、いるんじゃないですか。だから、そういう人たちがですね、ね、あ、ちょっと。ゆずとかもああいう曲作ったりね、してますしね。そうそうそう。俺も、ステージ上がらせてくれよかなんか言ってさ、どうぞどうぞ、ね、みたいなことになってくると、どんどんこれが、うん、ワピピのライブに行くとなんかとんでもない人が、やってるらしいぜ、みたいな話になって。ワピピが熱いよとかね。そういう噂がどんどん広がっていくとですね、これがこう、どん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 、なんかこう、動員数も増えてですね、ライブ自体がどんどんこう成長していくんじゃないかってね。最初は私の紙芝居が楽しみに来てたのに、お前はもういいとか言ってね。で、どんどん、違うライブになっていくかもしれないけど、まあ、それもそれでいいじゃないですかね。いや、そうです、そうです。楽しくなっていくといい、はい、いいなと。で、やがてはですね。いいですよね。まあ、オリンピックスタジアムを覆い尽くす。人はやっぱり集まるので、そういうオリンピックスタジアムを覆い尽くす。イーグルエイドっていうのを、画伯は、ワピピでね、始めようとされているんですが、番組を作りたいと今ここにね、書いてくださってますが、そうなんですよ。スタートとしては、構想としては。ライブもやるんですけども、その、やっぱり告知する手段がないと何にもならないなと思って、今実際に、ここにね、お集まりの皆さんは非常に意識の高い人たちですから、当然ウイグルの問題なんかにもご興味があると思うんですけれども、一般的にはほとんど知られてないという現実があるじゃないですか。これは無視ない自由がね、働いてまして、はい、そうなんですね。ね、これは、中華帝国のですね、習近平国のですね、に忖度をして、マスコミとかが、不利になるようなことは言わないようにしてるというところで、なかなか、一般の人たちには伝わらないわけじゃないですか。でも、だから自分たちの、今の時代ですから、小さくても、シェリーさんがやってるこういうツイキャスもそうですし、YouTube でもね、なんか、映画出ましたね。これ最新作ですね、私の。はい、ね、習近平と、習近平っていうね、生きのいい、金を集める帝国、生きのいい何かを持ってますね。恐ろしいですね、もう。あれですよ、本当に。で、さすがのヒットラーもですね、ビビってるという、いや、そこまで俺もやんなかったぞっていうような感じで。私もね、そこまでもしやるかってね、この中国共産党には思ってるんです。恐ろしいでしょう、臓器ですよ、皆さん。中国だと臓器移植早いんですよ、ね、どうしてですか、ね、そんなことってあります？うん、いくら人口が多いからって2週間とかで臓器提供できるってどういうことなの、そうそうっていうことですよね。それでね、いや、この間直接聞いたんじゃないですけど、そうやってデモに参加してるとウイグルの人たちが喋ってるのが聞こえてきたりして、とか思うんですけども、例えば、なんでか知らないですけど、イスラムの方から非難とかあんまり上がらないじゃないですか。こんな、イスラムの同胞たちがですね、ひどい目に遭ってるのに、この間もほら、エルドアンさんとかも、なんか手のひら返したようなこと言って、ね、ウイグル人は幸せですとかなんか、はぁ、みたいな、あんたたち人類の恥だって言ってたじゃないと思うんだけど。本当に。なんであんなにコロッと関わるんだろうかなと思ったらですね、これは本当に、とか思うんだけど、やっぱ金持ちですよね。世界の金持ち。金持ちっていうのはどういう習性を持ってるかというと、始皇帝の、中華帝国の始皇帝のね、時代から同じなんですけども、すべての権力、すべての財宝、すべてのものをこう、手に入れたら、最後に欲しい、手に、どうしても手に入れたいのが、
やっぱ不老不死ですよね。健康長寿、これが手に入れたいのはこう人間の差がというでしょうか。これで、お金、世界中のお金持ちがですね、やっぱりこう言われるわけですよね。あのこの習近平国の人たちから、あなたがもし体が悪くなったらいつでも来てください、そっくりそのままとても健康な新鮮な内臓と入れ替えてあげますかなんか言ってですね、これで寿命が果てしなく伸びますよみたいなことを持ちかけられたらですね、ああやっぱり俺もいつそうなるか分かんねえからっていうことになるんじゃないですかね。いやな話ですけど、それでね、あのウイグルの人たちが、ウイグルの人たちが話してたんですけど、まあ、日本語だったら俺も分かったんだけど、なんかね、アラブの金持ち、イスラムのね金持ちの人たちが、言われるじゃないかって言うんですよ。だからあの法輪功の人たちもそういう風に危ないって言われてますけども、そうやって臓器移植されてんじゃないかって言われてますけども、ウイグル人っていうのはそういうアラブのお金持ちたちにとってみるとハラールを食べているので、あのまあ清いんだと、うん、なるほどね、あの豚肉食ってないから、そういうことですか、うん、同じね、いいんだみたいな、うん、ハラール食で、うん、まあ、そういう意味では汚れてないということなんですね。まあ、そのイスラムの方から見たら、ね、だからそんなね、そんなのってもう考えるだけで嫌なんですけど、いやもう本当ね、考えるだけでね嫌なんですけど、でもね皆さんこれねある話なんですからね、やっぱり目を背けないでいきましょう。苦しまれてる方がねたくさんいますからね、これ妄想だったらね、さっきの あの妄想って言ったら悪いですけど、科学のね、はい、そうそうそう、あのライブの様子のようにこうね、まあ、もうね言葉も出ませんよ、本当に途方法なんですけども、だからこうやって今ね画面に映ってるこんなあの風刺漫画ですけど、冗談じゃねえやと思うんですけどね、でもね これね、もう世の中にね神も仏もないものかって私思うんですけど、まあ、例えばこれがビジネスになって、しかも自分たち、中国共産党に逆らうものに対する弾圧にもなってって、まあ、言いたくないですけど、その中国共産党にとってはうまみがあることなんですよね、これがビジネスとして成り立つには、売る方の中国共産党に対して買う人間がいるからですよね。そういうことですよね。もうそれを思うとね、そんなところから、そんなね、そんなんやったらもう潔くしねえと思うんですけど、ごめんなさい言葉悪いですけど、いやだってこんなことしてまで生き延びて、まあ、例えばそれがね、まあ、自分のことじゃなくて、例えば自分の愛する妻だったりとか子供だったりとかだったら、そこまで悪魔にならない人も悪魔になるのかなとか思ったりもするんですけど、まあまあそういうことでですね、あのちょっとチリさん、はい、あの進撃の巨人みたいな絵がなかったでしたっけ、あ、はい、出させていただきます。でその企んっていうのがですね、多分何かやっぱり封じされてるんだと私思うんですけどね、そうですそうです、はい、伊佐山さんってすごいいい人だなと私は思ってますけどね、ね、あのこれ、ね、進撃の巨人をこう、まあ、もじった、文在寅に、黒電話さんに習近平ですね、ね、これがまあ主に日本に企んを仕掛けている、まあ、外国の勢力だなって思うわけですよ。まあ、あのトランプさんだってね、あの本当は味方か敵か味方か本当分からないじゃないですか、アメリカって。まあまあまあアメリカファーストでしょうね、もちろんね、まあ GHQ
から始まってね、もうとにかくずっと日本を企んしまくってきてた張本人ですからね、アメリカっていうのが、はい、うん、はい、なので非常に、で今こう売却済みっていうね、旗がいっぱい掲げられてるんですけども、本当に日本中があちこち買われてしまっててですね、結構危ない状況にあるんだなと思ってます、うん、私は。で、進撃の巨人っていう、まあ、人気漫画があるんですけども、あれは結局ね、この世の中って一体どんな風になってんの、なんでいきなり巨人が襲ってきて自分たちを、まあ、食べ散らかすのっていう、その謎が謎を呼んで、それをこう、調査兵団っていうところの、主人公がですね、うん、壁の外に出てどんどん探して謎を解いていくっていう、まあ、面白さがあるんですけども、私も愛読者なんですが、これってリアル進撃の巨人じゃないのって今の日本の状況って思うわけですよ。で、タクランっていうことを思いついたらですね、いや、まさにこうタクランって本当に、うん、現在の日本にもう死ぬほどたくさんあってですね、これを全部ワピピするのはえらい大変な騒ぎだなってとは思いますけれども、でもみんながワピピしていってですね、タクランを一つずつ潰していったらですね、うん、やっぱりこの世の中は極めて過ごしやすくなるだろうなってで、やっぱり夢を持ってますよね。はい、うん、はい、です、はい。そうですよね、教科書の中にもありますし、うん、はい、そうそうねえ、こうで、後で送ったやつがありましたよね、GHQ に、こう媚びを売る三流四流っていう映画、あ、はい、そちらの方をね、はい、出させていただきます。まあ、タクランが始まったのはやっぱり戦後すぐだと思うんですけれども、うん、まあ、その前からもね、はい、まあ、共産、まあ、コミュニストが入り込んで、いろいろ工作を続けてたわけですが、本当に如実になったのは、うん、終戦後に、GHQ が入ってきて、まあ、このようにですね、でも GHQ の人たちっていうのは200人ぐらいな人しかいなかったらしいんですよね、うん、で200人で日本を全部コントロールするなんか不可能なので、まあ、そこには協力した日本人が少なからずいたっていうことですよね。だけども、公職追放ということをやりまして、20万人の今まで日本を動かしていたリーダーたちを、それを全部解雇いたしまして、代わりに、だから一流二流を全部解雇して、代わりに三流四流を手下にしてですね、この GHQ の言いなりになる人たちを、こう、集めて。トップに据えたんですね。ね。うん、でこの人たちが、まあ、全て、あることないことをもう全て本当のように、まあ、日本人に信じ込ませてたって言ったという、まあ、言ってみたらこの人たちが反日日本人の始まりと言っていいわけですよね、うん、でところがこの人たちが、ね、GHQ がこう去ったらもう元に戻りゃいいのになと思うんですが、そういうわけにいかないですよね、うん、それが次の絵だと思うんですけども、うん、はい、GHQ が7年間の統治を終わって引き上げたらですね、彼らが一番恐れていたのは一流二流が返り咲くことですよね。これは やっぱ自分たちの身が危ないわけじゃないですか、今まで三流四流の自分たちが、そうです、地位も、その他、うん、ね、まあ、地位もありますし、しがみつきたくなりますよね、まあ、もちろん権力とかですね、お金ですね、はい、うん、この敗戦利得、敗戦利権というやつにしがみついて、はい、これを絶対、はい、絶対話したくないから死守しようとしますね、死守しようっていう、うん、ものすごい強 いや、まあ、結束があった。で一流二流の人たちはまあ、結局元に戻れなかったっていうことなんだと思うんですよね、まあ、これが始まりだと思うんですよ、そのタクランの、日本人による日本人のタクラン、
が始まったということでしょうね。で、GHQ っていうとアメリカだとばっかり思いますが、当時はアメリカの中にも、コミュニストが相当入り込んでいて、GHQ の中にも半分ぐらい、そっちの側の人たちがいたと言われています。その後アメリカではレッドパージが始まって、共産主義はもう徹底的に、敵視されるようになったんですが、日本はそのままになったの で、 でこの人たちが大手を振ってずっと戦後この利権をですね、ずっと自分たちのものにしていったっていうのが、だからこそタクランはやめられないっていうことだと思うんですよね。で、最近になって私ね、これね、皆さん今ね、画伯が言ったこと本当に大事ですよ。まあ紙芝居でもお話ししていただいたんですけど、この公職追放と GHQ が去った後もその敗戦利権にしがみついた人たちっていうのがね、結局今の日本も全て形作ってるんですよね。本当に大事です。本当は教科書でね、まずこれ教えなきゃダメなんですけども、教えるわけないですね、教えるわけないですね。でもその敗戦利権の中にいますんで、そうだったのかってなるんですけどね、そうなんですよ。これでですね、それがどのように現代まで続いていくかということをですね、これは本当に想像の中でしかないんですけれども、次の絵を出していただけます。出しますか。はい、はい、出しましょうか。はい、はい、ちょっと出しますね皆さん、これ新作です。はい、さっき描いたばっかり、ソンタクスって言うんですけどね、ソンタクスです。はい、皆さん、ソンタクス、黒いエリート集団、ソンタクス、ソンタクスって言ってくださいね。はい、ソンタクス、こいつらね、ソンタクスエリートなんですよ、このエリートでね、かっこつけてるんだけどね、めっちゃ悪いやつらなんです。めっちゃね、こいつらがね、パチパチされてるね、ソンタクス、こいつらがですね、どういうことかと言いますと、どういうことかを言うかというとですね、皆さんもね、企業に勤めてらっしゃる方も多いと思いますけれども、例えば あらゆる組織がそうだと思うんですけど、大きくなればなるほど、それこそエリートと言われる人たちになればなるほどあると思うんですけど、この魔の手が伸びていてですね、さっき言った戦後敗戦利得にまみれた人たち、そして企んを働こうと思っている外国勢力人たちがですね、ものすごくはびこっていて、これがどんな風にやっていくかと、下につないでいくかというとですね、ある日西雲の志を持った青年がですね、会社に入って、一流企業に入れたとか思って、一生懸命やってるとですね、ある日、お声がかかるわけですね。例えば、松村、ちょっと声とか言われてですね、はい、何でしょうかって言ったら、ちょっと、なんとかさんが、お前と一婚やりたがってるから、今日付き合わないか、みたいなことを言うわけですよ。なんで私にで、気に入られたんじゃないのかとかなんか言ってですね、うまいこと言って連れて行かれる、都内の、ホテルかなんかに連れて行かれるわけですよね。そこの、素敵なラウンジかなんかでですね、なんかこう、秘密結社のようにですね、会社のすごい、お偉さんとかですね、なんか芸能人がいたり、それこそ素敵な、なんかこう、きらびやかな人たちが、テレビで見たことあるような、なんか素敵な人たちがいたりですね、なんだここはって、なんだここはと思うじゃないですか。で、俺なんかここにいていいのかななんか思ってたら、今日はのんびりやってけ、今日はお前独身だろって、じゃあ今日はここのホテル泊まってけいいから、好きなだけ飲んでいいぞみたいに言われて、わあ、なんか そんなに私いいのかなって特別扱いされるわけですよ。これに舞い上がっちゃうわけですね。はいはい、急にもてなされると。それでですね、カウンターとかに見るとですね、綺麗なお姉さん、綺麗どころがですね、いっぱい並んでるんですよ。で、その子たちがこう、お酌をしてくれたりするわけですよ。で、若いから、わ、すげえなとか思ってたらですね、そのうち上司が言うわけですよ。この、どんなのがタイプだとか言って、え
いや、そうです。そうです。そうですね。あの子なんか、いや、すげえ可愛いなとか言ってたら、ああいうのが好みなのか、とか言ってですね。で、その彼がですね、まあ、その夜、そのホテルに泊まってますと、ね、コンコンって夜に来るわけですよ。ガシャッと開けてみたら、なんとその子が来るわけですよ。はい、ええー、とか思って。ドアの外に。ね、はい、ねえ、なんでとか思うじゃないですか。うんうん、そういう美味しい目を一回しちゃいますとですね、もうその、あそこからもう話終わるんだ。あそこからが面白いのに。はい、そうですよ。まあ、あとは別にね、自由に想像していただいて、まあ、いたすことは同じですから。はい、なんで、でもね、その、まあ、自由に想像のところに、まあ、その彼女さんはですね、うん、マイクか、まあ、カメラはないとしても、盗聴ぐらいは仕掛けているということなんでしょうね。うん。ね。いや、まあ、ね。いろんなこと、まあ、そういう、まあ、ハニトラって言われるやつですけども、まあ、ハニトラでなくてもね、自分の上司、自分の会社、あれ聞こえなくなっちゃった。あ、聞こえました。聞こえる？大丈夫です。聞こえますか？はい、治りました。うん。あれ、また聞こえなくなった。すいません、ちょっとごめんなさい。あれ、どうしましたか。あれ、画伯すいません、聞こえなくなりました。一回切りますね、コラボ。もう一回上がってきてください。はい、ねえ、ちょっとかっこよく書かれてるんです、わざとこのソンタクス。あ、来ました。あれ、声が出てこない。画伯大丈夫ですか。接続なんかな。ねえ、佐藤健とかね、いいよね。何を言ってるんだ。はい、あれ、ちょっと、あ、なんか聞こえてきた。あ、画伯治ったかもしれないです。なんかビューって言ってますね。メモリかな。イヤホンマイクはね、まだ新しいんで大丈夫だと思うんですけど、なんかプチプチと聞こえます。ね、ノイズが聞こえますね。どうでしょうか。ちょっと一回切りますね。どうでしょうか。聞こえました。あ、聞こえました。うん、はい、聞こえました。はいはい、あ、聞こえました。治りました。続けてよろしゅうございますかね。はい、よろしく。で、そうやって特別扱いされた人たちがですね、出世街道をまっしぐら登っていくわけですよ。で、そういう人たちがですね、どんどん新しい仲間を作って、忖度はいいことだと。で、後輩たちにも同じように、こいつは見どころがあるなといったやつらをですね、特別扱いして自分たちの中に入れていくわけですよ。そういう人たちがですね、たくさんどこのエリートであればあるほど、こういう人たちが日本の世の中にいっぱいいるっていうことですよね。うん、で、省庁とかにたくさんいそうですね。はいはい、マスコミだとか、もういろんなところに教育界、いろんなところにはびこっているんだと思います。影響のあるところはね。はい。で、優等生ってことを考えたことあります？私は優等生じゃないので、半分悔しくて思ってるのかもしれないんですけど、日本の優等生っていうのは、はい、テストがいい、成績がいい人たちのことを言うじゃないですか。つまり、そうですね、つまり、でもある程度以上ですね、優秀になると、ほとんど大差ないわけですよ。で、なんで差をつけるかというと、本当のケアレスミスで減点されたことによって、もうか、優劣が決まっちゃうわけですよ。っていうことは、優等生であればあるほど、
その減点を嫌うわけですよね。自分がケアレスミス、ちょっと些細なことでも減点されたくないというのが優等生の習い性になるわけですよね。で、これがですね、どん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 広がっていって、よくその社会の縮図が学校だってよく言いますけど、私はその逆だと思ってまして、学校の縮図が社会に蔓延してると思ってるわけですよ。つまり、なるほど、最初に学校に行きますよね、みんな。つまり、減点されないことが最大の優等生、いいことであるというふうに思っているので、例えば、役所なんかもそうですけれども、もう、新しいことはしようとしませんよね。それは失敗が怖いからですよね。失敗されたり減点されるのが怖いから、今まであった間違いのないところをそーっと白氷を踏むようにして歩くだけが優等生になっちゃうんですよ。なるほど、だからこの人たちのを捕まえるのは実は非常に簡単で、彼らはそういうエリートなので、ちょっと特別扱いしてやったらもうそれだけでなびいちゃうわけですね。で、一旦その特別扱いされると、それが元に戻るのは絶対できないと言っていいぐらいの魔力があるんでしょうね、彼らには。だから自分たちでそうならないように、一生懸命この特別扱いの枠を外されないために、一生懸命自ら動き出すと、それが忖度すなわけですよ。そういうことか。あー、いっぱい知ってるわ。忖度す、私もいっぱい知ってますね。うん、で、本人たちはね、決して悪気ないんですよね。多いですけど、大企業とかもねありますよね。古い会社の体質とかね、そうそう、ありますよね。耳聞き月さん、かなり大きなボリュームでイヤホンしてましたか月さんごめんなさい、そのタクス、いやいや、傘でですね、傘で、はい、いやなのでですね、私そのありますね、多少は、その、なんていうんですかね、人の心の機微を読み取って、配慮をするとかね、まあ、そういう意味合いも忖度にはあるんで、いい面もあったんですが、そのさっきね月さんも書いてたんですけどね、忖度っていう言葉もねだいぶ変わってきたんですよね。そうですそうです、あのね、はい、盛りかけの時からね、本当はいい言葉なんですけどね、本当はね、いい言葉、人の気持ちを読み取ってねっていうか、でもそれはね、それはその日本人が大切にしてきた和とか協調とか、はい、ハーモニーとか、そういうことをするためにやるのが忖度だったんだけど、今の日本人は極めて個人主義なので、自分の利益のために動くと、うまく立ち回るということを忖度って言ってるように、まあ私は思いますよ、はい、まずとにかく自分たちをの、組織を守るとかっていうことですね、まあ、結局ね、自分、まあ言ってみたら自分のね、立場を守るっていう、保身です、もう一言で言えば保身ですよね、なので私はですね、タクラントワピピともう一つこのサンタクスをですね入らしてですねこのソンタクスがいかにかっこ悪いことであるかということを広めたいなと思ってるんですよ。で、あ、なるほど、これかっこ悪いぞっていう風にね、だって見てください、やっていくわけですね、見てください、この S って書いてあるこの覆面かぶってるんですよ、こいつら。自分たちはかっこいいつもりでいるかもしれないけど、でもちょっとなんかめっちゃかっこ悪いじゃないですか、これ。なんか結構かわい、かっこいいし、べぴんさんに見えるんですけど、それと S って書いてあるんです、 S、 それとかっこ悪い、あ、まあ、そうですね、 S、 かっこ悪いですか、そうですか、マトネスさん、画伯のその発音ですね、バ、はい、ピピとソンタクスの、それはもう忠実にやってもらった方がいいわけですね聞こえてますか、あれ聞こえてます、聞こえてますよ、はいはい、だからソンタクスがですね、はい、いかにかっこ悪いかということをですね、みんなが共通理解して、特に若い人たちにですね分かってもらって、あの人はソンタクスだからなとか言って、まあ、例えばよくねテレビに出てくるコメンテーターとか評論家とかいるじゃないですか、あれはほとんどソンタクスですよね、本当に、
いやそうです、そうです、そうです。で、あいつらはかっこ悪いっていうことをですね、皆さんがこう言ってくれるとですね、入らせてくれるといいなと思ってるんですけどね。だって日本人のね、この忖度すがね、どんだけひどいことになったかっていうと、結局ウイグル問題に戻っちゃいますけど、ウイグルの人たちがあんな目に遭ってるのは、はい、日本人があんなモンスターを育ててしまったと私最近思うようになりましたよ。あー、中国ですね、うん、中国を甘やかしたばっかりに、そうそう、あので、忖度に忖度を重ねてね、その通りですよね、うん、で ODA とか言ってですね、 なんであの国に ODA しなきゃいけないんだと思うんですけども、それは忖度に忖度を重ねている、まあ、政治家もいるし、いろんなところがですね、うん、やってるじゃないですか。それが日本のためになりゃいいですけど、はい、日中友好議連とかね、うん、ありますよね、うん、それが日本のためになりゃいいけど、全然なってないじゃないですか。逆にあのどんどん日本に侵食してきて悪口ばっかり言ってるし、いやだからね、私もね、パンダのあのね、ああいうのもね、パンダ、まあ、子供さんがパンダ見たいのもちょっと分かるのは分かるんですけど、うん、もういらないだろうと思うんですよね。パンダも外交でね、お金を取られるし、ね、うん、日本のためになんかね、なってないですよね、うん、全部あのね、チベットさんって書いてあげたらいいと思うんですけど、本当ですよね、うん、そう、もう本当にひどいことになってるなと思ってですね、だからもう私は中華忖度をとにかく、まあ、いろんな忖度があるんですけど、中華忖度はもう本当に特にいい格好悪いので、もうやめてほしいと皆さんにね。最近徐々にその韓国忖度が、台韓忖度が格好悪いっていうのはだんだんにみんな分かり始めてきたので、ああはい、わかります。あ、でもチュチェソンタクスっていうのもいるんですよ、はい、特に沖縄近辺とかに、うん、辺野古の前でね活動してたりとか、チュチェソンタクス、あ、言いにくいですねごめんなさい、うん、大学教授の人とかにいたりねします。うん、あ、またガハクの声が聞こえなくなった。なんか音声不安定ですよね。うん、ああ、プチプチ言ってる。あ、聞こえてきた。どうでしょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。はいはい。はい、すいません、なんか。はい。はい、うん、まあ忖度、皆さんぜひ覚えて。あ、この新しい小鳥さんの、はいはい、これもさっき。この大人よしさん。はい、新キャラを出してもいいでしょうか。本邦初公開、新キャラ、本邦初公開、ここにいらっしゃる方の中には、まあ、あのだいぶ目覚めた方も多いんですけど、はい、日本人にねこういうね落胆されてもね何にも気がつかなくて、うん、それをね温めて、大事に育てちゃってる。そう、大人よしっていうね、はい、大吉切りならぬ大人よしですね、大人よしというのがね、これ、まあ、あのたくさんいるんですよ。特に英語で言うとおじいちゃんおばあちゃんに多いよな。英語で言うと、うん、デュープスって言いますよね。あのえあデュープスって言いますね。この番組にも出演されてる江崎道郎さんが、はい、あのアメリカで、大ヒットしてるっていうか売れている本を日本に紹介されましたよね。ね、はい、あれ見たら、はい、そうかって、はい、やっぱりうわてぺーと思いましたけどね、私もね、うんうんうん、その時は、ね、でそうだからあの、ね、意外とねこの大人よしさんはね、自分が大人よしってことはね、うん、悪意がないだけに気がつかない人が多いんですよね。そうなんですよ、つらいですよ。で、だってもう自分が一生懸命育てて、自分の体の何倍にまでなるまで一生懸命育てて、子育てを完遂させた、させてしまった人にですね、それあんたの子供とちゃいますよって言えないじゃないですか、はい、うん、もし言ったら、なことないわよ、私の子に決まってるじゃないのって逆ギレされるのがオチですよね。そうですよね。
だからあの今結構そ う, あのそうなっちゃってる人多いと思うんですよ。どんどん追い詰められてですね、はい、まあ、例えば一番多い世代が団塊の世代ですかね。団塊の世代の人たちはずっとこの、ね、育ててきたわけですから、で自分が育ててしまったものが でまたその人たちにはその人たちなりの正義があってですね、うんうん、それと自分がいろんなところで発言してきたっていう ね思いもありますし、ね、うん、年月もありますし、ね、ガークは実際そのもともと左バッターだったわけですが、ね、どうですか、やっぱりこうあの、はい、右にというかこう、うん、切り替わる時は抵抗感ってもちろんありましたでしょう、はいはい、あのね、うんうん、4,5 年かかったような気がしますよ、うん、舵切って反対の180度舵を切るのに。あ、そんなにかかりますか、うん、だって、うん、全然違う世界になってそっちの世界で物事を見ていくってことは、うん、だって今まで大人よしと同じで今まで自分がやってきたことを否定しなきゃいけないじゃないですか、間違ってたという。そうなんですよ、もともとね、うん、あの右バッターの人たちは羨ましいんですけども、うん、あのなかなか時間かかりましたですよ、はい、あーそうですか、うん、じゃあもう徐々に徐々にですね、うん、そうなんです、一個ずつ一個ずつ、それこそ本当ドミノのように、うん、でこの間ね、うん、時間はかかるんですけど、うん、そんな私でしたので、うん、だからずっとこう靖国神社、この間昨日ね初めて御霊祭りに行ったようなことでございますので、やっぱり抵抗があったんですよね、はいはい、あの靖国神社っていうとなんかこう、そうですか、うん、あのなんかこう自分にとってはなんとなく行っちゃいけないみたいな感じがあったから行かなかったんでしょうね。あったんですね、うん、でその私がですよ、5月の19日だったかな、うんうん、あの靖国神社で紙芝居をしたというですね、はい、はそうですよ、ね、いや笑い事じゃないんですけど、こんな日が来るとは思ってなかったですからね、こんな日が来るとは思ってなかった、なんか歌の歌詞みたいですね、うんうん、で あれですよ、だから いや一の鳥居大鳥居をくぐる時にですね、うんうん、バリバリバリッとこう、はい、あの雷が落ちて私は撃たれて死ぬんじゃないかと思うぐらいそーっとだからくぐりましたから、いやいやとんでもない、うん、これでですね、はい、で、うん、ちょうどその日はやった演目がですね、まあ、その日は開港会館というところで、神社の一番奥にあるね、はい、立派な建物のところで、はい、一番大きいところでですね100人以上集まったところで、沖縄特攻の、うん、話ですが、義烈空挺隊、うん、はい、慰霊と検証の会と、はい、今英吉さんがね書いてます、はい、英吉さんとね、うん、松木さんはねあの見に行かれたんですよ。 ありがたいでした、はい、はい、その義烈空挺隊の話をですね、義烈空挺隊、はい、させてもらったんですけれども、うん、まあ会場にはですね、引退はされましたけれども、実際に空挺隊員だったっていう人がいたりですね、はい、迷彩服を着た人がいたりですね、はい、あるいは、はい、幕僚の元幕僚の方、偉い方がいらっしゃったりですね、あ、そう、はい、そうそうたるメンバーの方がいらっしゃる中でですね、まあ知ったかぶりしてですねは、義烈空挺隊は特攻はとか言いながらですね、いやいやいや、うん、いやいやいや、でもうね、まあ、受けたから良かったようなものの、もう本当にもう必死になってやってましたけどね、はい、いや実際に仲間から本当に素晴らしかったと、 ありがとうございます、うん、あの聞いております、はい、もう熱演だったというふうに聞いております、うん、いやあ、ニカナハさんもね、そうそうそう見てたんですよね、そうそう、いやびっくりしました、いや気がつかないもんですね、
あれだけ、まあ、ネットですけど、しょっちゅう見てるっていうか、見ててもね、ね、意外とね、気がつかない、ね、応援してるのに、まあ、なんかこう会場に若い人がいるなっていうぐらいにしか思ってなかったんですけどね、あ、はい、挨拶に立たれて、あ、ガナハちゃんだって言うと、ちょっとびっくりしちゃいましたね。こっちはよく知ってるよって。そうですよね。はい、なるほど、なるほど。ありがたいことでございます。そうでしたか。うん、一生懸命ご覧になってたみたいです。そうね、山猫さん書かれてるように、本当に、ね、たった一つのね、尊い命をかけて戦ってくださったんですよ。これはもう、私たちやっぱりちょっと、ちょっとおかしい教育を受けてしまったけど、画伯のおっしゃるように最初に学校で、やっぱそれが企らなんですよね、ね、そう、学校の先生からもね、企らされたんでしょうね、本当は国のために戦ってくださった方に感謝を捧げるっていうことに、うん、イデオロギーとかは、うん、他国はね、ないんですよね、そういうところはね、野党も与党も一緒だったりするんですけど、そうです。だからいかに企らんが恐ろしいことかっていうことですよね。そうですよね。だって、ね、世界広しといえども、戦争をやった国で、戦争の歴史を伝える国立の戦争記念館がないのは日本だけらしいですからね。で、それをこう、まあ、一応、施設ということで有習慣、靖国神社が持ってるあそこぐらいなことになっちゃってるわけじゃないですか、はい、うん、そうですよね、いやだからね、本当に私もでもまさかこんな日が来るとは思ってもいなかったんですけれども、まあ、去年の10月に、島根県庁をですね炎上させてしまいまして、拉致問題の紙芝居だったことで何の問題もない、すごく分かりやすい、なぜ拉致問題がこの日本で起きて解決してこなかったのかという本質をつかれた素晴らしい紙芝居でした、ね、それがありがとうございます。 それをね、はい、やったところを、はい、画伯はその島根県庁の職員さんを忖度しなかったので、忖度しなかったので言い直したんですけど、そうなんです。なので3回公演の1回目で中止になっちゃったんですよね。はあ、もう目の前でね電話かかってきましたよ、その真っ青になった役人のね、担当者のね、いやなんか、はい、私が1回公演終わったらですね、真っ青な顔してから袖から飛んできてですね、いやいやまずいですよ、まずいな、いやこれはまずいことになった、いや絶対クレーム来る、クレームが来るよこれはとか言ってですね、で大騒ぎしてるんですよ。クレームが来ますか、誰から来るんですか。公職追放は本当だし、言っちゃ悪いですけど、今別にね、島根県庁さんが利権がどうこうなんて別に言ってないし、ただ自治労っていうところがありましてね、多分そこからだと思いますけれども、はいはい、まあ、教職員組合よりもはるかに数の多い、はい、労働組合が存在するわけですよ、はい、地方の公共団体には、はい、でそこの人たちからですね、まあいきなり、私の目の前で電話かかってきましたからね、役人に、あ、はい、今はいはい、競技中です、競技中です、はいはい、分かっております、はいはい、ずっとお待ちください、なんか言ってさ、もうペコ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 して、それこそね、あ、しまった、こんなことやって自分のその減点されるとか思う慌てっぷりですよね。三流四流とか言っちゃったそうそうそう別にね、いや嘘だったらダメですけど本当だからいいじゃないですかっていうのを、本当でもダメですよってやってきたのがこの日本ですよ。そうなんですよ、で結局本当でも、言ったらダメ、でも結局そういうのが拉致被害を拡大し、そして何年も何年も何十年もこう、表に出てこなかったのってみんなそこですからね、忖度す、忖度す。でもね、皆さん多分ちょっとぐらいはね、忖度すのところもね、自分も例えば自分の会社でとか、自分のね身内の中でとかあるとは思うんですけど、多少はね、でもそれが国益にね
うん、あの反してでもやってるかどうかっていうのはこれが大きいんですよね。うん、日本の国益にね反しているようなことでも悪い慣例でも続けると、うんうん、是正はしない、はい、そうなんです。何なら責任問題になったり新しいことをすると、誰かに今までじゃあ何をしてなかったんだっていうね追及が来たりとかするからですよ、うん、まあ、そのあもう一話を出してもいいでしょうか。はいはい、どうぞ。画伯、はい、はい、これ画伯、はいはい、悪もんですっていうかあのいじめっ子なんでしょうけど可愛いですね顔もね。んどの絵ですかね。んえこのあもう一話たくらんする側ですね。はい、かっこってね、ニューキャラ可愛いですね。可愛いですか。ニューキャラかっこっこ可愛いです。これたくらんする側ですよね、はい、皆さんどこがおかしいかお気づきになりますでしょうか。はい、どこがおかしいか、うん、まあ、鳥なんでね、はい、グラマーじゃないですかこの人。はい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 、哺乳類じゃないんで、はい、ね、ああこれおっぱいですか。はい、おっぱいなんですよこれ。ちょっと色っぽい感じでね。あ、これを、あ、分かりにくかったです。分かりにくかった忖度しなくてそこおっぱいやったのか。そこは忖度でしょう。まあいいや、うん、すいません、ごめんなさい中にお尻っぽくも見えたんですよ。すいません。まあでもお尻だったらね、おっぱいの方だから、うん、おっぱいに見えなかったな。そうか、じゃあちょっと考えなきゃいけないかな。ごめんなさい、おっぱい、あ、おっぱいはちょっとほら先っぽにとんがりつけてもらわないと分かりにくくて、すいません。そうですか。あ、まあ一応ね、あの、そうなんです、乳首がないからね分からなかったんです、すいません、そっかそっか、なるほど。あの鳥なんでね、あのそもそもおっぱいがあることが、はい、すいません、うん、ここにいる人みんなあまり忖度するの方いないですね。ハト胸、ハト胸、あ、そうですね、うん、だってね、あのメスだったら、なんて言うんでしょう、目のところにもうちょっとこうまつげとかつけてみてはどうでしょう、うんうん、なんか 目のところの縁取りが、はい、キリッとしてて、ね、クマ取りが、男の子っぽく感じてたんですけど。なるほど。あ、じゃあこれメスの設定ですかね。そうです、そうです。なるほど、はい、まあ、あの企んするのはメスですからね、うん、ああ、そっかそっか、そうですよね、うん、あ、本当だ、そっかそっか、本当だ。じゃあもうちょっとこう、これね、あのキューティーハニーっぽいような、うんうん、感じにまた変えてみてください、はい、これね、例えば私似顔絵描くじゃないですか、うん、似顔絵描くじゃないですか、はい、で例えばめっちゃ上手ですよね、うん、ありがとうございます、うん、その人にですね、やっぱソンタクスがいっぱいいるじゃないですか、はい、ソンタクスが例えばテレビのちょっと一個オープニングで出したこれ蓮舫さん出していいですか。あ、いやすごいですね、これね、めちゃめちゃうまいでしょ。でも絶対蓮舫さん気分悪いと思うんですけどこれ絶対気分悪いと思うんですけど、あ、蓮舫さんやって分かりますよね。本当でもうまいです。あ、研ナオコにも見える、うん、なるほど、蓮舫さんこういう歯してるじゃないですか。うん、うまいですよ。でも結構これ前に描いた絵だと思いますね。そうですね、うん、そうだと思います。多分もしかしたら、うん、政権を取ってる時の蓮舫さんかもしれないな。あ、そうでしたか、うん、なるほどなるほど。いや本当にお上手で、描きやすい方描きにくい方とかありますか。美人、本当の美人っていうかね、は描きづらいかな、はい、あの美人って結局 ね、あの美人ってバランスがいい人、うん、特徴がない、うん、バランスがいい人って、はいはい、似顔絵描くときってバランスを崩して強調してあの似顔絵に進んで、あの、はい、美人はね、あのバランスの良さで美人なので、バランスを崩すとね、どんどんのなんか違ったことになっていっちゃうんで。なるほど、
ちょっと離れ気味とか寄ってる人の方が書きやすいってことなんですかね。まあ、個性的なね、あの特徴のある、はい、女の人の方が書きやすいんですけど、でもね、あの政治家さんだったら誰が書きやすかったですか。うん、政治家さんね、まあ、うん、そうですね、今石破さん出てますけどね、もうこれは若い時の石破さんですね。石破さんもね、そっくりですね。でも若い時の石破さんだな、本当にお上手で、はい、まだ私もちょっと石破さんには好感を持ってた時代はいいですかね、これね。あ、まだ好感あ、ちょっと愛があるわけですね。いや、基本的に私に愛がありますけどね。実際に、うん、あの金正恩は書きやすいですか。ああ、そうですよね、うん、そうかもしれないな、はい、うん、お父さんの方がもっと書きやすかったですかね。ああ、なるほどなるほど、ね、キノコ雲みたいな髪の毛しててね、はい、あの人は、うん、そうですよね、うん、まあ、いやでもね、もう名前言わなくてもみんなすぐわかるでしょ。これもね、よく似てますよ。これもちょっと上手ですよ。これもちょっとね、昔の菅さんだな。古いですか。はい、いやー、もうね、そっくりです。やっぱりプロだなと思って。ね、ガースって皆さん言いますよね。菅さんのことね、ガースってね。ね、この目のまぶたの感じとかね。もう菅さんですよ、本当に。あれうまいな。で、私の似顔絵はね、あの本人だけ似てないっていう似顔絵なんで、なかなか商売になりにくいんですよね。うん、お見せ したことありますか。本人が喜んだっていうと、かつてもう20年以上前ですけど、鈴木邦夫さんがえらい喜んだ覚えがありますね。はい、そうなんですね。まあ、私がモーニング新聞にいた時ですけどね、はい、はいはい、週刊朝日かなんかに似顔絵描いたんですよ。したらこういきなり、はい、いきなり電話がかかってきて、はい、あの私の携帯にね、はい、なんかあの、うん、秘書さんからで、あの鈴木君のあれ、秘書ですが本人と変わりますか、とか言って、はい、本人が出て、いや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 、帰ってくれてありがとうみたいな、ええー、みたいなどこから電話番号知ったんだみたいな感じだったんですけど、ねえ、本当ですね、うん、まあまあテレビ局側が教えたんですかね、分かんないですけど、もう個人情報保護とかもう全然ないですねそんな本当ですよ、はい、いやー、これでも最後にしますけど、はい、これもね、わかるでしょ、すぐ誰か、うん、本当ね、お上手です、うん、あのね、感心します。もうちょっと政治家さんだけばっかりにしたんですけどね、え、本当慎太郎さんこれそっくりですよ、うん、ねえ、似てるでしょう。そうそう、こういう顔されてたわ。でもね、似顔絵にするって難しいと思うんですよ。うんうんうん、眉毛とかも大事ですか、やっぱり。まあ、眉毛ね、眉毛は大事だと思いますね。うん、はい、あとはどこが大事です。輪郭と目とかですか。まあ、似顔絵。輪郭とか目もですか。そうですよね。まあまあ言ってしまえばバランスなんでしょうけども、やっぱり昔からお得意でした。自分でその似顔絵が、あ、俺もしかしたら似顔絵うまいかもって思ったのは高校時代でしたね。やっぱり高校時代って、あ、そうなんだ、あの授業がつまらないから、なんかこう、あの先生、教壇の先生をこう書くじゃないですか、こう、いたずら書きを書かないです普通で、書いたらやたら似てたので書かない、これ似てないと思って、その、あのこの似顔絵を、まあ、私が一番後ろに、はい、座ってたんで、こうあの回したわけですね。回したんですよ。うん、そうすると、はいはい、どこまでその似顔絵がいったか分かるんですよ。はい、あの肩が揺れてんですよ。分かるぐらいのリアクション。肩が揺れてんですよ。もうでも、あの進学校。回ってきて見た人が、ってやつですね。そう、進学校だからみんな真面目なわけですよ。だけど、肩だけが震えるんですよ。あそこまで行ったと思ってね。なるほど。肩が震える。で、そうなったらやっぱもっともっとやりたくなっちゃうじゃないですか。はいはい、それが始まりですかね。そうですかね。いやいやいや、本当にお上手。あ、すいません、もうこんな時間になってしまった。はい、そうです。だから画伯が、これから、はい、
このワピピのことで、はい、まあ、エンタメエンタメを使って、ね、はい、ウイグルエイド、ウイグルの方たちへの弾圧とかを助けたりですね、あとこのね、日本に托卵されてきた情報を見抜くということを、そう広めていきたいやってくれますですね。はい、だからすごくあの YouTube でやられますか、うん、チャンネルは。そうです、あの、まあ、今もう明日か明後日か分かんないんですけど、そろそろもう、クラウドファンディングを始めようと思ってまして、で、はい、あの番組をウイグルエイドの、まあ、YouTube 動画番組を始めたいので、まあ、そのなんとかちょっとその資金集めしたいなっていうことで、まあ、あの、皆さんね、あの信司監督のですね、あのクラウドが始まっているので、大変にかぶってかぶっちゃってあららと思ってるんですけども、まあまあ、 あのウイグルの私たちはまあちょっと違う方向性でもって、やりたい。でも思いは同じなんですよね。うん、信司監督がおっしゃってた、はい、あのセリフには痺れましたよね。その、武器を持たない我らはエンターテインメントを武器とするっていうね。うん、もう痺れましたんで、うん、やっぱエンタメをあの私もやりたい、うん、俺もやるっていうような人たちがどんどん増えるように、そしていつかいつの日かこのオリンピックスタジアムを満員にするような大イベントに育てるためには一体どうしたらいいのかっていうことをみんなで考えるような、そんな番組を作っていきたいなと思ってます。はい、はい、あ、はい、ガークが実際に、その YouTube 番組はお話をされるということですか。あ、そうです、そうです、はい、始めるに当たってでね、あの私ちょっとね、動画でしょうか、それか、お声を乗せてこういうイラスト形式のところにお声が乗るような感じになるでしょうか、うん、まだそれは分かんない、でもいろんなことやってみたいなと思ってるんですよね、何が当たるか分からないですし、音楽も、あの、はい、そうなんですよ、ね、そのウイグルの方を、ね、救うためにウイグルの人たちの弾圧を、ね、やめろっていうだけじゃなくて、うん、そうそう、だからね、私ちょっとね、ウイグルの方の料理とか、うん、文化とかを紹介していくんですよね。そう、あとね、なんかこう、はい、スターを探してるんです、私。スターどういうことかというと、はいはい、在日の、日本に住んでらっしゃるウイグルの方って2000人だか3000人だかいらっしゃるらしいんですけども、実際にね、はい、あの若い人たち、まあ、日本で生まれたのは向こうでも日本で育った若者って結構いるんじゃないかなと、そういう人たちがですね、どういうふうに、思ってるのかなとか、なんかね、一緒に番組出てくれたらすごいいいなと思ってるんですけどね、やっぱり若い人たちがね、こう、一緒に参加してくれないかなってちょっと、まあ、それも妄想ですけども思ってたりして、はいはい、で一緒に番組できたら素敵だなと思っているんですけど、そのクラウドファンディングが始まった時に、はい、まあ画伯はフェイスブックとツイッターの方を通して発信していただけるところなんですね、はい、そうですね、はい、今日からあのクラウドファンディングが始まりましたので、ぜひ皆さんご協力をということは、はい、そちらをチェックしてたらいいですか。ですね、はい、お願いします。はい、わかりました。あのツイキャスの方でも、もちろん応援させていただきたいと思います。いや、嬉しいです。はい、はい、ツイッターの方にもね、フェイスブックの方にも、画伯の、はい、ぜひぜひ皆さんツイートをね、あのリツイートするだけじゃなくて引用などもしていただきまして、はい、画伯頑張れわぴぴとか、はい、うん、忖度数をやっつけようとかね、書いていただけたら、本当に嬉しいです ね。いや、そもそも、ね、あのこのお話がね、そもそも聞けなくてちょっと残念です。あ、これね、ラグメンっていうのはですね、世界最古の小麦麺らしいんですよ。これはあのウイグル世界最古の小麦麺、最古一番古い、うん、はい、私はまだ食べたことないんですが、はい、なんかあのうどんみたいな太さらしいんですよ、うん、うんうんうん、でこれが西に行きますとスパゲッティになって、スパゲッティになった、シルクロードを通って、はい、これが
ヨーロッパの方にはスパゲッティになった、うん、そして中国経由して、アジアの方にはうどんになった、はい、あの、うん、空海さんって人が、はい、あのうどんを持って帰ったっていうのを聞いたことあります。あー、ありますね。あのね、讃岐うどんはなんであんなに、はい、盛んなのかというと、空海さんが出身地ですよね。空海さんが唐に留学に行った時に、まあ、いろんなものを学んで帰ったんですが、うん、あの実はその、仏教に非常に重要な功績を残した、まあウイグル出身のクマラジュっていうお坊さんがいるんですよね。この聖域の出身なんですけど、この方が、ウイグルのあたりの人なんですが、この人が、インドあたりの言葉を簡訳してあの中国に伝えたので、それが伝わって日本にも行くことになった。ものすごい恩人のがいるんですね。で、例えばあのその人と、うん、空海さんがあの、その聖域の人たちからと接触した時に、お、これいいな、これうまいなとか言って、これどうやって作るのみたいなことを空海さんが勉強してですね、で、持ち帰ったのが、それがうどんになったんではないかなんて、ちょっと想像するとすごくあのなんかワクワクするなと思ったりするんですよね、うん、そうですよね、うん、ただし今のウイグルの人たちはイスラム教なので、この話はちょっとポカーンって感じなんですけどね、うんうんうん、そうですよ。いや、あの、で、実際にこのラグメンをその番組で、うん、その画伯が見つけてきた方に食べてもらうとか、作ってもらうとか、うん、そんなのも楽しいですよね。ありだよね、ありだと思います、はい、ねえ、うん、そう、なんかまた政治と全然違うところから入ってもらうとか、うん、親しんでもらうとかね、うん、なんか、あ、吉村さんが書いてるウイグルの家庭料理なんですね、うんうんうん、じゃあお母さんの味とかちょっとずつ違うのかな、うんうんうん、うん、そう、ウイグルのこと、こういう部分からも知りたいですよね、うんうん、ありがとうございます、はい、バーグ、はい、クラウドファンディング、あの応援させていただきますので、 ありがとうございます、もうあのスタートしましたら、はい、はい、皆さんが先輩なので、スタートお待ちですね、はい、今、うん、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、お手伝いください。よろしくお願いします。ね、嬉しいです。ことですよね。はい、うん、こういうね、デモとかとどう違う、また公演とかとも違う、うん、エンターテインメントっていうね、みんなが好きな音楽だったり、パフォーマンスだったり、ね、もう YouTuber っていう仕事は結局ね、それの結集ですもんね、うんうん、今ね、 YouTuber の人がね、何億も稼ぐ時代ですよ。そうですか。本当に画伯がさっき言ってたことがね、うん、夢じゃなくなることもね、可能です。うーん、どうですか、はい、夢を持ちましょう。長い時間、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ぜひぜひ応援させていただきますので、はい、ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。あ、バピピのね、ホームページの URL も、貼っておきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、エンタメで楽しく、みんなでワピピ、頑張っていきます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ワークありがとうございました。おやすみなさい。はい、またお願いします。はい、ありがとうございました。めっちゃ面白いですね、お話、やっぱりね。実際に、数人しかいないんですけど、ここにいらっしゃる方で、本当に芸達者で、お歌もお上手で、多種多芸なんです、この方。なので、こういうチャンネルが始まったら、ゴロが吐くってもう今すごいよねみたいなことになれる可能性のある方ですよ、本当に。うん、はい、どこからお話を、はい、まず、最初にガハクもお話ししてくださいましたが、
御霊神社の御霊、あ、御霊神社じゃない、靖国神社の御霊祭りが、昨日から始まっております。で、13、14、15、16の4日間で、今日が2日目でした。まだあと、月曜日火曜日と御霊祭りがあります、開催されております。で、こちらのツイキャスで、ねえ、本当ですよね。ああ、ねえ、本当本当、山猫さん。みんなで盛り上げていきましょうね。はい。ご英霊とブルーリボンに日本国の安寧を規制する有志の会と、皆様から、ご賛同いただいて送っていただきました、提灯の、ご浄剤で、それをまあ全て靖国神社さんにお納めして、こういうふうに26個の大提灯を御霊祭りにお納めすることができました。本当にありがとうございました。で、多分三景さんが報道してくださると思いますっていうふうに言っていた、記事も無事出まして、はい、本当に安心しております。デジタル版はもう昨日出てたんですけども、まあ、一応ちっちゃいですけど、紙面にも、ありがとうございます。はい、産経新聞にも載りました。竹本さん、明日していくんですね。はい、コロガハクも行かれたということです。はい、ね、全員の名前を言います、言うんですか。言うの、すみません。団体さんでは、スクーカイ埼玉さんと、浜松ブルーリボンの会さんですね。はい。で、あと、ごめんなさい、用意してません、月さん申し訳ありません。覚えてる限り言いましょうか。このツイキャスに来てくださっているマネサクラさんやね、はい、リオチさんや、よりこさんや矢島文さんもね、出してくださいました。で、花岡さんに、ぴょんたさん、もう舞ちごさん、全員呼んでくのもうでもね、それをするとごめんなさい、終わらなくなるので、ね、ご参加いただかれなかった人にもちょっと申し訳ないので、ね、ちょっとすいません、省きます。ツイートの方にはね、出しました。で、来週ね、先週の、7月7日の七夕の日の、11時からスタートしました映画恵みへの誓い奪還の映画化に向けてのクラウドファンディングが始まりました。で、ありがたいことに、あの時に皆さんに、桂木奈美さんと一緒に、クラウドファンディングの、参加というか、クラウドファンディングの寄付のお願いをしたんですが、5日以内に 20% 達成すると成功率は 90% になるって言ってたクラウドファンディングの法則があるんですが、それはもう本当にありがたいことに5日経たないうちに 25% を達成しまして、で、今多分 30% となっております。あ、今 31% なんですね。はい、あ、今花岡さんも貼ってくださいました。映画恵みへの誓いクラウドファンディング。はい。匠先生。はい、ご飯召し上がってください。で、まだまだ90日間続くので、627万3000円だそうです。今月さんが書いてくださいました。で、野伏翔監督に来週、ゲストでお話を、ね、もうその映画を撮るご本人です。
脚本を書かれて映画を撮るご本人の信司監督にお話をお聞きしたいと思います。あ、ちょっと、うん、今まだ決めてないですね。あのね、今日ちょっと画像をたくさん用意したので、今ね、ちょっと待ってください、ね、切れなかったらいいけどな。ね、あの信司監督はまたその、映画と違う、あ、ちょっとこれ暗いかな。はい、あ、ちょっと暗いですね、写真が、すいません。これ関西大学で、この間信司監督がその映画化のことについて講演会を行った時のお写真です。ちょっともうちょっと明るいやつに変えましょうね。で、脚本の方も舞台劇と違って映画用に、一度書き直されてたんですが、また新たに、手を加えられまして、もっと細かい描写を作られて書かれました。あ、これにしましょう。信司監督がね、今これ署名活動中に、あの街行く人に訴えているお写真です。ごめんなさいね。で、信司監督から皆さんに、まあ、こういう映画にしたいんだというお話を、まあ、このクラウドファンディングが立ち上がりましたので、もっと具体的にもっと熱くお話をお聞きしたいと思います。この映画化に向けて、キャストもね早々に決めたいというふうにあのお話しされてまして、でキャストを決めるためにはあの脚本を読んでいただかないとダメなんで、あなたをねめぐみさんの役にとか、あの横田早紀江さんの役にとかっていうふうに役者を決めていくためには脚本が大事だったんで、今もそれに没頭されてましたが一応仕上がりました。でここから監督はキャストを決めたりとか、そういう、細かい、ね、あのセットとかそういうものを決めていく方に入ります。でそういう細かい、予定が全部、予定っていうんですかね、あの用意が全部終わってからクランクインとなります。はい、もう監督にね、私がもうツイッターでも書いてしまったんで、監督北野武さんがねって映画撮ろうとされてたんですよ、拉致問題の映画をってお話ししたら、意外に監督知らなかったんですよ。で、あ、そうだったのっていうふうにおっしゃいまして、ねえ、それはね、テレビタックル2時間スペシャルの、収録中に発言されたんですけど、放送ではカットされたんですよって言ったら、面白いって言って、よし分かった、それ、うん、あの僕も、それをね僕は撮るんだっていうふうにね、これからもあちこちでね話しますよっていうふうにおっしゃってました。はい、来週信司監督に熱く語っていただきます。で、私は、火曜日の16日に御霊祭りに行きますので、その時にできたら皆さんに、まあね、靖国まで見に来れないっていう方もいらっしゃいますので、生放送しか、まあもちろんできないんですけど、生放送ツイキャス動画で御霊祭りのご様子を、30分続けるのはちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、15分ぐらいは配信したいなというふうに思っています。はい、なので、16日の火曜日に皆さんもし覚えていらっしゃったら、そうですね、暗くなってからの方が綺麗なので7時から7時15分ぐらいの間に
ツイキャス配信したいと思います。はい、でその時に皆さんにねご報告もさせていただきたいなと思います。それから7時半ぐらいの方がもっと暗いですか。なるほど。ね、お天気があんまりひどい雨だったらちょっとねできないかもしれないので、ツイキャスのコミュニティに書きますね。はい、そうなんですよ。お天気がねあんまり土砂降りだとね、音がね入らないとか傘が邪魔になるとか、とりあえず当日のツイキャスのコミュニティとかツイッターの方には、書きます。はい、ね、でもなんか天気予報ね今ねほんと一日おきに変わるん であとねちょっと告知をどんどんやっていきたいと思います。今日ね神戸の一番繁華街のあの三宮の駅前でこれそごうの駅前で丸い神戸丸井の駅前なんですけど丸井の前なんですけど有本恵子さんのお父さんと、秋田美和さんのお姉さんの、吉田美穂さんですね。はい、このように救う会兵庫の吉見美穂さんです、すいませんが来られていました。はい、でその向かい側ではですね、同時刻ではないんですけれども大きな道挟んだ向かいの総合前ではこのように安倍総理が来ておりました。はい、もうすごい人だったようです。私もね前回の参院選で参院選じゃなかった衆議院選で、大阪の八尾の方で、はい、安倍総理の演説を聞きましたけど、もう本当にこの人だかりで、もう安倍総理本当に頼みますよ。もう選挙もちろん大事ですけど、もうね消費税のね増税とかで心配なこといっぱいありますよね。ね、本当ですよね。有本ね恵子さんのお父さんにね、本当はね演説してもらった方がいいですよね。人命救助何十年かかってるんだと、この国どうなってるんだというふうにね、でもねその忖度すもね、たくさんいますから、わぴぴっていうふうに私たちがこれからやっていきたいと思います。それから告知をどんどんやっていきます。はい、これね同じ兵庫県の明石市で、7月28日です。午前10時半から午後8時まで明石市民広場であります。パネル展日本を取り戻そう日本パネル展ですね。偽りの歴史認識からということで、1時から1時半、2時45分から3時30分、山口彩希さんのミニコンサートもあります。入場無料となっております。はい。ぜひよろしくお願いします。それから、もうちょっと待ってくださいね。もうちょっと告知させてくださいね。こちらも入場無料なんです。はい、見えますか。横田めぐみさんの同級生の吉田直也さん、
はい、中学校時代の、ね、同級生の吉田直也さんが、ね、プロのバイオリニストなんですけど、7月21日、もう次の日曜日です。12時開場。で、開演は1時から、お昼の13時から15時までとなっております。会場は、東京都中央区銀座、銀座ライオンビルの5階になります。はい。音楽ピアプラザライオン、銀座ですね。すいません、ごめんなさい、間違えました。これ入場料2500円でした、失礼いたしました。はい、横田茂さん写真展の方が入場料無料で、あります。で、同じ5階特別室で主催が朝顔の会さんの方であります。横田めぐみさんとの再会実現の響きということで、吉田直也さんのトーク&コンサートは入場料2500円、横の同じフロアに朝顔の会さん主催の横田茂さんが撮られためぐみさん家族と過ごした13年写真展があります。こちらは入場無料になっております。はい、あとはあとは皆さん告知とかあったらどんどんやってくださいね。はい、コメント欄でどんどん書いてください。もうね、これはもう申し込みが少しになってるかもしれないんですけど、今度の日曜日に大阪市中央公会堂で昭和の英雄が語る戦争秘話、はい、来場者募集となってますね。まだ来場者がね、もうなんか、URL がありまして、出るかな？すいません。すいません、申し訳ありません。あとで、ツイッターの方にも書きますね。はい、まだもうちょっと申し込み大丈夫かもしれないです。私はもうチケットを入手しておりますので、桂木稲美さん、大高美希さんに会ってきたいなと思ってます。はい。来週のゲストは、野武士蒼さんです。今日のね、画伯のお写真に戻して、バピピのやつに戻しましょうか。はい。今日の配信を終わります。皆さん、3連休なので、明日もゆっくりお過ごしください。あ、すいません、ごめんなさい。そうそうそう、皆さんね、忖度してくれなくて、ちゃんと用意しとかんかいとかいうツッコミもね、嬉しいですよ。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、おやすみなさいませ。
迎えに行くよ。必ず行くよ。